皆さんこんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して世界にたった一つだけのチームを作り、やるたびに完全に新しいチームが、はい、シュールでドイツのストライカーウィンガーですかね。フットワーク、スピードはあまりないですね。シュートキックと、一方でボディーコンタクトは強くない。スピードタイプですね。ボールタッチはあまり良くないですね。ブラジルのコーチーニョですね。はい、これは強い。プレッシャーのロシアのディフェンスセンターバック、ロシアのセンターミッドフィルダー、スキラのリッチ・ウェルトンゲン、ナイジェリアのサイドバック、コートジボワールのディフェンシブサイドバックですね。そうか。で、ロシアのサイドバックと、はい、キーパー、イタリアのキーパー入ってますね。で、控えが、はい、サミ・ケディラ、ドイツ、ゴンダ・ウサミ、アルジェリアのセンターミッドフィルダーと。はい、ケディラね、強いですね。これはどうしようかな。スキラのリッチャンですか。ちょっとゴンダよりもこっちの人の方がいいんで、はい。で、宇佐美入れて、もう一人センターミッドフィルダーですね、この人。あ、ウェルトンゲン、そうか。いや、誰か一人外さないといけない。ウェルトンゲン非常にうまいんでね、このナイジェリアの、ちょっともったいないですね、ジャンプ力非常にあるんですけど。で、もう一人誰入れんだろう。ああ、入んないのか。あと、ウィングバック入れるくらいですかね、じゃあ。まあ、ただ、あまりうまくないんですね。どうしようか。あるいは、センターバックをこのまま置いておくか。あ、ケディラ前できんのか。あ、じゃあ、これでいいですね。はい。で、まあ、コーチにね、真ん中で使って、ちょっとね、センターフォードいないんで、ゼロトップになっちゃいますけど、サイドミッドフィルターは、まあ、この人しかいないですね。はい。ちょっとこれでどうなるかですね。はい、宇佐美、まあ、この辺ですね、点決めてもらいたいので、まあ、シロコフが、ちょっとなんかやるとか、はい、そういう感じになると思います。あれ、ウェルトンゲン真ん中か。いや、ひどい。相手コロンビアですね。やばい。早速、ちょっと横パス、ファルコーにやられちゃいました。はい、ケディラから。さあ、これどういうサッカーなのか。わあ、今のパスがいいですね。はい、簡単に取り返しました。もうね、シュールでコーチにあたり非常に技術あるんで、そこで点取れますね。じゃあ、あとは、もうディフェンスで。今ね、コーチには、ファーストタッチ一つ見てもね、非常にうまいですね。はい、簡単に崩して、コーチには強烈なシュートで1点ですね。ゼロトップですけど、ゼロトップをね、感じさせないようなコーチにはとシュルレのポジション取りのうまさと、パス受けた時のね、前向く精度ですね。これがあれば、もうね、高い位置でボールもらう必要ないっていうかね。これシュート打てんじゃないかな。無理ですね。はい、ファルカがボールキープ。はい、コーチーニョ。で、右を使います。宇佐美ですね。いやー、今ね、1点欲しい。強いですね。強烈なミドルシュートですね。やばい、交代しようと思ったけど、はい、これはもう後ろからね、シュールで前の腰でいきますか。はい、宇佐美のシュート、ちょっと真ん中ね、これ誰ですかね。ウェルトンゲンですか。そうですね。はい、まあ、ケディラがね、その前でかなりね、強度の高いプレッシングライン作ってくれるんで。はい、真ん中にね、一瞬の隙ができてますね、もう。ああ、強いか。はい、ケディラがボールカット。いや、ファルカオ。
はい。もうこのままね、いきますね。シュールとコーチにはね、セントフォードじゃないですけど、技術力非常にあって、で、ボール受け方もうまいんでね、ここでもう、そのまま起点になる感じで、コロンビアのね、ディフェンダー陣を翻弄してますね。一人ぐらい変えた方が良かったか。ちょっと今の走り込みがね、足りないですね。はい、奪ってこっちにシュートと。そうですね、ちょっとコートジボワール、ここ入れますか。まあ、あとはいいでしょう。ここ変える必要ないですよね。だって、いや、ウィングバック入れるか。はい、ちょっとウィング入れてみます。あ、間違えた。今ね、シュールで開いてもらってほしいですね。わあ、なんだ。いやー、ケイディラがボール奪ってました。あら。さあ、ここ通るかな。はい、シュールでコーチーニョと。はい、シュールで強烈なシュートですね。悪くないけど。はい、コーチーニョからシュールでキーパーオスピナが出てくると。ダメですね。はい、宇佐美ボールキープして、真ん中出してシュート1点と。簡単ですね、これは。はい、宇佐美がプレッシング。はい、コーチに奪ってシュールで、シロコフ。はい、頼む。いやー、ちょっとね、やっぱり、まあでもそうか、しょうがないですね。わあ、強烈プレッシャーの強烈なミドルシュート決まりました。まあ、やっぱりストライカー配置ということでね、ポジションどうしても低くなっちゃいますね。相手の最終ラインの駆け引きが、いまいち出てこないのがね。はい、カルロス・ゴンザレスがボールキープしてます。で、奪って、シュールでコーチーニョ、戻して、ファー狙いで。はい、綺麗に決まりましたね。今、完全に、まあ、シュールでもうちょっと開いてもいいぐらいですね。まあ、ただ狙いははまりましたね。はい、というわけで、7-1ですね。まあね、かなりうまくポジショニング取れて、攻めることができたと思います。シュルレットね、コーチーニョはセントフォードじゃないですけど、ストライカーでね、十分な仕事できる選手でしたね。宇佐美もなかなか良かったですね。ただやっぱり足元でボールを受けてね、何かやるっていう、そういうタイプだったんでね。で、まあ、ディフェンスね、ケイリラが圧倒的な活躍をしましたね。この辺で、本当にね、攻守のバランス完全に保って、シュルレットコーチーニョが決めるっていうね、完全に流れができてましたね。はい。というわけで今回はサッカーコロンビア代表相手に7-1でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。